はい、こんにちは、メダイコーチです。今日は演技に関するお話をします。今日のテーマは Preparation for the role、 役の準備の仕方っていうのをちょっとざっくりと理解していただきたいと思います。役ね、いろんな役柄にこう入り込むとか、ね、俳優さんでねこう台本もらってその状況を信じるとか、そういう方法ですね。で、の中で一番こう気をつけてほしい部分を今日は皆様にシェアします。今日のポイントは1、2、3、そして結論の青という感じで話を進めていきます。まあすごいシンプルなビデオになりますよ。はい、まず Preparation for the role、 まあ台本の役の準備ということで、まずは台本を Understand the script、 台本を理解する、ね、ちゃんと読解して理解するということがまず一番初めです、ね。まあ、台本にはいろんなね、例えば、まあ、役の特徴とかね、 Future of the role、 まあ、役のどんな性格の人なのかなとかね、どんな仕事の人なのかなとか、そういう役の特徴だったりとか、シチュエーションとかね、リレーションシップ、なんかこう役同士の状況とか、今どんな状況下にある人たちなのかなとか、もしくは役に出てくる相手役との関係とか、こういうまずはこの台本の中身、状況をしっかりと理解してくださいねっていうことのポイントです。なので皆さん若い時から読書をする習慣っていうのはつけといてくださいね。字を読む、読書をして字を読んでいろんなことをイメージする、想像する、そういう動作は俳優としては大切なので、読書する習慣を10代20代からつけといてください。 Number 2、 2つ目は Try to find the similar in you。ここが2つ目がすごくポイントになっています。俳優で何かの役をこう演じるってなると、自分をこう全く違う人に変化させるっていう印象があるとは思うんですが、ここでは皆様まず台本を理解した上でね、あなたの中にその台本の役だったりとか台本の状況と似ているものを探していく、似ているものを探していく、この過程がすごく大切になってきます。あなた自身の中に役の特徴、性格と似ている部分ってあるかな、もしくは役が体験している状況、シチュエーションと自分が今まで生きてきた人生の中で似ている経験、 own experience、 体験、思い出みたいなのはあるかな、 your own character、 あなた自身の性格っていうのは似てるかな、みたいな似てるところを見つけていくっていう作業がとても大切になっています。この作業をまず忘れないでね。台本の状況役と自分自身、生身の自分自身、似てる部分はあるかな。で、3番目、 Make use of it、 その似てる部分を使っていく。そうすると You can believe the situation the script offers、 台本のオファー、台本が提供してくれる状況をより信じやすくなれる。ここが大切です、はい。なんで見てる自分、あなたの中の見ているものを見つけていくの、それを使おうとするの、その理由は信じるため。台本をもらった紙切れの状況を自分が本当に信じるため、そのためにあなた自身の思い出とか性格を使えるものはどんどん使っていこう、そんなイメージです。はい、なのでとても大切になることは、皆様俳優としてね、これから表現者として大切なのは Try to know yourself、 あなた自身を
しっかりと知ってください。あなた自身をしっかりと理解してください。他人と比較するんじゃないよ、他人の評価を気にするんじゃないよ。まずは自分って何なんだろうな、自分をちゃんと知ること、これを皆さん俳優これから目指していく、表現者を目指していくときは、自分って何、自分ってどんなことが好きなのかな、どんなことが嫌いなのかな、自分はどんなことしてるときが一番ホッとするのかな、自分の性格、いいところ悪いところって何かな、自分を知るっていうことが演技者俳優、ね、表現者にとって大切になってくるというのが今日のポイントです。はい、簡単におさらいします。 Preparation for the role、 役の準備の仕方は3つある。まずは台本を理解しよう。2つ目はあなたの中に台本の役と似てる部分を探してみよう、そしてそれを使おうということですね。そうするとよりやってるふりじゃないよね、やってるふりとか嘘をつくんじゃないよ、より本当に信じられる状況が信じられるようになるよ。なのでみんなが普段からやるときはやることは、他人と自分を比較してへこんだりとかするんじゃなくて、まずは自分を知ろう。私って何かな、私の好きなことって何かな、嫌いなことって何かな、自分を知るっていうのがとっても大切になってきます。その結論で今日は締めたいと思います。それではご視聴ありがとうございます。また次回に会いましょう。それではさようなら。バイ。